はい、おいくりチェックのコーナーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、七夕賞です。今週も判定重賞、ね、判定重賞です、はい、夏はね、判定重賞がね、多いの、ね、難しいからね、ね仕方がない。調子のあたりもまあ重要になりますね。はい、はい、見本はね、1,2,3,4,5,6 と見本が6頭で、立頭が7頭かな、出走予定としてはね、はい、ね6頭です。その中でもね、ちょっとね、一応良かったなと思うのはワールドアザーバジー。いや、良かったですね。はい、うん、単走でね、ウッド単走でブシザージョッキーが乗ってね、 67.5の 12.5、 しまいはね、ステッキにパッチンパッチン3発入れてね、うん、しっかり折って気合いにね、つけて気を抜かないように追って、うん、でボール過ぎてからもね、こうチッ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 ってしっかりやってましたから、うん、まあ間空いてる分だけね、これぐらいやってもいいかなっていう気はね、うんうんうん、しますね。ゴール前に言ったんだけど、ゴールドアッターのタラザリネの時も言ったんだけど、はいはい、やっぱり G1 だからやっぱりしっかりやってた方がいいんじゃないかな、うんうん、まあ、ゴールドアッターは2着だったし、まあ、結果も出たんだけど、うんうん、やっぱりね、やっぱり投手、うん、投手しっかりや心持ち少しでもね、やっぱりこうちょっとこう気合い入れるぐらいの、あ、私は好きです。一緒は好きです。はい。そこの辺はちょっと本当に十分に負荷もかかってくるような感じですかね。うん、まあ相手のしね、やっぱり 57.5 背負わなきゃならないっていうのもあるし、やっぱりその辺はね、まあまあハンデっちゃハンデはハンデなんだけども、うん、でもやっぱり福島高層はね。4戦して3勝で、ラジオ日経賞が3着、うん、相性もいいし、馬券圏内から外れてないしっていう相性の良さもあるしね、やっぱり、うん、これはちょっとやっぱり、うん、要注意どころか、うん、もう、うん、そう、中心と考えてもいいかなっていう気がします、ゼーミント、そうですね、この馬も福島、まあ、ラジオ日経賞勝ちるので福島そうそうそう得意ですけど、まあ、この馬も僕は悪い印象を受けなかったんですけどね、うん、まあ、3頭合わせで、まあ、しっかり長めから6アロンから83秒4、68秒4でラストも12秒3でいっぱいにしっかりやられてましたし、まあ、その上で3頭縦列の形から最後方から、はい、で真ん中の馬と併入して、うん、外の馬に一馬身先着したね、とまあ、しっかり動けているなと思いましたからね、うん、まあ、その中で、まあ、このまま本当マルタザクジーと同じように、まあ、うん、5ヶ月半ぶりに休み明けということでそれに向けてしっかりやってきたっていうところは感じ取れたんですけど、うん、まあ、ただまあなんか木村調教師は、うん、まあ、本当いや、まあ、多分もう少しちょっと多分負荷をかけた方が良かったかなっていうようなちょっと形というか慎重なジャッジをしてるんで、まあ、そのあたり、まあ、この今日の動きに関しては十分に動けているかなと思ったところですけど、まあ、休み明けの分がどう出てくるかっていうのはちょっと気になりますね、うん、まあでもね、このメンバーで57秒だからね、はい、まあ、今までやってきたメンバーを考えればね、うん、ライオン日経賞勝ってるし、セントライト記念は D1レース2着だし、福島記念はマルタアーズアポジに負けちゃってるけどね、それでもね、差は1馬身2分の1か、そんな感じで AJC もちゃんとアレグリアに半馬身だしね、やっぱり G3 なら全然力を入れたなっていう気がします。今日の動きならっていう気がします、うん、あとは前目のフレストちょっと僕は悪くないと思いますね。単走で姉妹の伸び、姉妹までパワフルな伸びで、うん、まあ、ウッドコース今日も大幅でちょっと重かったんですけど、まあ、5波の68秒7の53秒8、39秒、うん、最後も12秒3と先輩に追われて、はい、なんか力強い動きだったと思うんで、このままも、まあ、調子自体は使ってきてますけど、まあ、好調を維持してるかなっていう印象を受けました、はい、なるほどね。あとはね、穴っぽいとこだったらね、ウィングスパイア多分全然人気ないしね、うん、まあ、多分全然人気ないなと思うんだけども、うん、時計的に出してますもんね。そう、単走でね、ウッドで、ね、81秒0のね、姉妹 12.5、ご飯もね、64.6 だからね、これぐらい動いてれば全然問題ないし、でまあ、道割るっていうか、ちょっと重い馬場でこの時計だから、十分評価できるなっていうね、市場評価もね、うん、A の評価を与えてましたからね、まあ、じゃあ勝ち負けになるかって言ったら、それはまあちょっと分かんないところがあるんで、うん、3着狙いで、ひも穴でなんかいいのないのって言われる方には、どうぞお勧めします。あとね、まあ、ソウルインパクトもね、
あの格上挑戦になりますけども、うん、これも堅実に走る馬ですし、あとバーディーイーグル、うん、ここ2戦の内容を見てるとね、少しね上向いてきたかな、気配がっていう感じもするし、うん、53キロだしね、まあその辺がどうかな、うん、楽しみかなっていう、ね、うん、でも両馬に先着してるし、まあ、状態自体は維持してるかなっていうところです、うん、そうだから、まあ、人気薄の関東馬でも、まあ、ちょっとあの3着狙いは紐で、ワイドの紐でっていう人はどうぞ買ってくださいっていう感じですね。以上です、はい。